イドルっていろんなところに才能を発揮する方が多くて、私もそういう何でもできる人になりたいと思って何でも全力で笑顔いっぱい、常に笑顔で皆さんに笑顔を届けるアイドルになりたいです。NMB48 10期生高橋琴音です。21歳の分岐点、人生が変わったので、この人生を変えてくれたありがたさをちゃんと心に刻み続けて、アイドルとして一丁前になりたいです。